今日は何読んだ？はい、今日何読んだのコーナーです。野沢です。目です。今日紹介する本は、孫正義伝安保です。ソフトバンクの、そうです、孫さんの、あの佐野真一さんが書いたドキュメンタリーなんで、はい、読み応えがありました。これはどんな話なんですか？いや、なんか孫さんの生い立ちを根節丁寧に調べてですね、で戸籍とか調べて、まあ主に孫さんのお父さん会いに行ったりとか、その親戚関係を取材したりとかですね、孫さんが、一時期体調を崩して社長ができなくなって別の人社長をやってもらった時期があるんだよ、でその人を取材に行ったりとか、その人取材に行ったらなんかおじぶれててさ野村証券のなんか部長かなんかで偉い人だったのを孫さんが引き抜いた、もうほぼ孫さんからそっちの人に実権が移っちゃったんだけど、孫さん元気になっちゃったから、ああ、はい、戻ってきて戻ってきて、その人はこう脇に追いやられてなるほどね、結構三畳一間のアパートに住んでる的な描写が書いてて、結構落ちぶれちゃったなみたいな。なんかまあ佐野さんなだけに、そのすごくたくさん実際の人に会って取材して、まあ構成された伝記だと、そこは見どころで、変にさ、なんかもう孫さんこう万歳みたいな持ち上げ方もしないし、丁寧に取材してて、で孫さんのあの自伝っていっぱい書いてるらしいんだよね、読んだことないけど、あのだいたいそういう時はその孫さんのお父さんとおばあちゃんに視点が当たるらしいんだけど、この本は母方の家系にもスポット当てて取材に行ってって点がなんか新しいらしい。なんで読んだの？いや、なんか孫さん好きじゃない？いや、なんか興味あるっていうかね、 IT で一台でソフトバンクをでかくしてとか、まあ、どんな原動力があったのかとか、どんな風にしてあの会社を作ったのかっていうのにはまあ興味があったりするけど、そうだね、なんか俺も、俺前興味なかったんだけど、あのなんかさ、ネットの記事で孫さんがまだ会社立ち上げて間もないって社員が2人しかいない時に、みかん箱の上に立ってなんか3000億の会社を作るにするっていう演説したらしいの。有名なエピソードだよ、あれ。やっぱ有名なんだ、うん、あれを読んでさ、これはすごいなと思ったの、ね、でソフトバンクって大体30年ちょっとなんだよ、創業から。で30年ちょっとで3000億の売り上げの会社になっちゃった、すごいね、すごい、それはすごいなと思って、うちの会社が創業34年ぐらいなので、で親父がもう30年間以上やってたんだけど、30年間やって年商2億いかないから、そのスケールを比べるとね、やっぱ裸一貫始めたわけ、どっちも、うちの親父も孫さんもね、で片や年商3000億、片や1億2、3000万、これはね、それを知ってすごいなと思ってやるって言ってやったからすごいよね、なんかそうだよね、30年間で3000億の会社を作ったっていう、その、ビジネスの成功がなんでうまくいったのかみたいなことについては書いてあったりする？いや、あんまりそういうのは書いてないそうなんだ、本当に。じゃあいわゆるビジネス書としての孫正義伝というよりかは、その生まれ育ちについての伝記っていう感じになるんだ。生まれがさ、やっぱさ、生まれてかちっちゃい頃の育った環境はすごい激烈で、なんか雨が降るとすぐ浸水するような場所に住んでて、で、あの養豚と密造酒作りでやったんだって。密造酒家のバラック小屋のさ裏でさ、豚がブーブー言ってて、そのさらに奥で見つからないようになんか焼酎作ってるらしいんだよ。でも酒の麹かすの匂いがするわ、豚のクソの匂いがするわけで、なんか雨降ってさ、川が氾濫するとさ、うんこがプカプカ続いてくる中で正義はあの立って勉強してたとか、そういう。ただそれはずっと続いたわけじゃなくて、小学校低学年ぐらいで終わっちゃって、あ、そうなん、なんか、やっぱその密造酒と養豚で儲けたらしくてお父さんがね、お父さんがね、
お父さんは今度金貸し貸し始めちゃって、うん、で金貸しでまた儲かったらしくて1億の豪邸建ててすごいすごいなんか途中からはもうなんかすごいいい生活してたみたいなんだけど、うん、その孫さんアメリカに留学したりしてたと思うんだけど、うん、じゃあその時はそんなに金銭面では大変じゃなかったっていうか、うん、この本に書いてあったか忘れたんだけど、うん、月500万の仕送りがあったらしくてそれは楽しく生活できるかなって感じすごいバイタリティがすごいっていうか、うん、なんつうのネゴシエーション力がついて、うん、なんかアメリカ行った時もアメリカで入試受けるじゃん、うん、その時になんか解けないんだって全然なんでかって英語で書いてあるから で試験官に私はこれは必ず解けるんだけども英語だから解けないんだ私に辞書とその時間を持ってくれと翻訳するだけだねで試験官もさ、まあ、辞書をあげて、うん、で時間もね、まあ、そんな長くならないだろうと思って、うん、OK したんだってそしたらさ12時間ぐらい粘ったらしくてでも本当にちゃんと合格点取って入学したらしい。あ、入れたんだ。すごい。すごいよね。それはすごい。こう普通諦めるじゃん。うん、あ、英語もできないに来ちゃいけないんだなとか思わないでさ、うん、英語ができなかろうがこうなんか頭なんか地頭が良ければいいんだみたいな感じで乗り切ったのがすごい。あとさこの人今日本人なのね。もともとは在日韓国人で、うん、で孫正義って名前で帰化したかったんだって。うんうん、あでさそのこれアンポンってタイトルじゃん。うん、でアンポンってのは安本って書いてアンポンって呼ぶんだけど、うん、要はもともと日本名は安本正義なの、うん、孫さんって。でまあちっちゃい子にアンポンアンポンって馬鹿にされたらしいんだけど、まあ、そこからこのタイトル来てる、うん、あこのタイトルね。で日本人に帰化しようとするときに孫って孫正義っていう名字だと受け付けられなかったの、うん、それはなんでやっぱ日本には前例がなくて孫っていう名字の日本人はいないから受け付けてくれなかったみたいな、うん、でなんかその後がすごいのがさでこの人奥さんができて奥さん結婚するじゃん、うん、で結婚したら旦那のせいになるでしょ、うん、そうするとその女の人は日本人でなのに結婚したから姓が孫になった、はい、でまた前例がねそう前例ができた孫なんとかってさ奥さんの名前になって、うん、でまた戸籍のとこ行って、うん再度申し込んでいや今度は前例があるはずです調べてくださいって言ったらいましたあなたの奥さんですって言ってでまあなんか渋々なのかどうなのか分かんないけどそれで通っちゃったんだよねあそれでもうだからその孫正義が結婚する前は、うん、孫っていう名字の日本人は日本国籍者はいなかったんだけど、うん、作ったんだよねすごいねすごいよね会社といい名字といいそうですねあと最後の方で、まあ、そのさっきも言ったけどその、まあ、今までの孫さんの自伝だとお父さんとあと、おばあちゃんにフォーカスを当てた話っていうのは結構出てきてるんだけど、うん、母方の親戚の話は全然出てきてもない、うん、で韓国行ったりさあと母方の戸籍とか調べたりしてさ、うん、ちゃんと母方の親族もちゃんと取材するんだよ。母方の親族 の おじさんにあたる人、お母さんの弟とかなんかが、うん、いやもうマジヤクザみたいな感じがしてでなんかそのおじさんと孫正義のお父さんがなんか犬猿の仲なのなんかあいつすまきにして川に捨ててやったとかそういう話ですそんなこともある、うん、もうその親戚同士のなんか嫌悪がすごいよ、うん、あ近親その近親像がさもうなんか血と骨みたいなさ、うん、あるじゃんなんか在日文学のヤン・ソギルさんみたいなああいう世界を字でやってて、うん、すごいなと、うん、まあそんなわけで孫正義さんのアンポン濃密で面白かったです、はい、い面白い話聞いて楽しかったです俺が通ってた塾に孫さんの娘さんが通ってるみたいな噂があってあ本当にソフトバンクって何全く興味がなかったんだけど今思うとその孫さんの娘さんとお近づきに行ったけどちょっとあったのかもしれないなとか言って学べると考えたりするんですけどさよならさよなら